これより本日の会議を開きます。去る9月23日、前川祥子君がご逝去されました。誠に痛恨の極みであります。この際、弔意を表すため追悼の言葉を述べたい旨、古島剛君から発言の申し出がありますので、これを許します。古島剛君。おはようございます。おはようございます。追悼の言葉。故前川祥子議員、いつも座っておられた十番の議席には家々と花が飾られ、議場は深い悲しみに包まれております。本日ここに故前川祥子議員のご逝去に対し、衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、議員一同を代表して謹んでお別れの言葉を申し上げたいと思います。あなたは去る9月23日深夜、帰らぬ黄泉の旅に旅立たれましたことは、誠に惜しみてもあまりあるものでございます。誰がこのあまりに突然の悲しいお別れを想像し得たでありましょうか。御年64歳、まだまだご壮健で、これからも私たちの良き仲間として本市発展のためにご活躍いただくことを期待をしておりましたのに、天命は時をかさす人の世の定めとは申せ、誠に哀戚痛恨の極みであります。あなたは昭和33年9月にお生まれになり、強固な意志と勇気を持ち、不当不屈の行動力と高邁なる執権は広く市民の敬慕するところとなり、市民の熱烈なる要望を担い、平成21年9月、見事八代市議会議員に初当選されました。以来、市議会議員として通算13年、その間総務常任委員会委員長をはじめ、経済企業常任委員会副委員長、八代市議選監査委員など数々の要職に就かれ、女性唯一の八代市議会議員として温厚な人柄を持って、これまで遺憾なくその手腕を発揮され、民意を代表した議会人として市政の壇上にて縦横無尽の活躍をされたのであります。そのご功績は誠に顕著なものがあり、令和2年5月には
全国市議会議長会より議員として10年以上の永年勤続表彰を受けられました。また外にあっては氷川町および八代市中学校組合副議長をはじめ、鏡中学校 PTA 会長、八代市教育委員などの要職を務められ、地域社会の発展に尽瘁されるなど、あなたの特実な人柄と卓越した人格、識見、豊かなご経験、さらに強い情熱と行動力は、常に私たちが敬服して参ったところでございます。このようなあなたの多年にわたる地方自治の発展と社会公共のために尽くされたご功績は不滅のものであり、あなたの御霊、必ずや案じて命されることと存じます。この上は私たち議員一同、悲しみを乗り越えて、あなたの輝かしい功績と栄光をしかと受け継ぎ、本市のより良き繁栄と市民福祉の向上に努力することをお誓い申し上げる次第であります。最後になりましたが、ここにご生前のご偉業をたたえ、安らかな永遠の眠りを心からお祈りを申し上げますとともに、ご家族様の前途に限りないご加護を賜りますようお願いを申し上げ、お別れの言葉といたします。合掌。以上で追悼の言葉を終わります。諸般の報告をいたします。去る9月12日、総務委員会の高山正夫副委員長から、一身上の都合により、副委員長職の辞任届が提出され、当該委員会で許可されましたので、後任の副委員長に、橋本孝義君が選任されました。去る9月30日、増田和樹君ほか15名から、発議案第9号、八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案が提出され、受理いたしました。本日、市長から決算議案10件、予算議案1件、人事議案2件が送付され、受理いたしました。その世の報告は朗読を省略いたします。日程第1から同第15まで、すなわち議案第61号から同第75号までの議案15件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。令和2年7月豪雨に関する特別委員会委員長、上村哲三君。
皆さんおはようございます。令和2年7月豪雨に関する特別委員会委員長の報告を行います。令和2年7月豪雨に関する特別委員会に付託されました予算案1件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。議案第64号令和4年度八代市一般会計補正予算第5号関係分については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。経済企業委員会委員長増田和樹君。おはようございます。おはようございます。経済企業委員会に付託されました予算案1件、事件1件および決算2件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず議案第64号令和4年度八代市一般会計補正予算第5号中当委員会関係分についてでありますが、まず歳出の第5巻農林水産業費、第1項農業費、農業振興費の山村振興関係事業16万4千円について執行部の説明を聞き質疑の後、委員から本事業は棚田米をブランド化するものであり、新規事業でもあることから、事業実施後に検証していただきたいなどの意見があっております。以上のほか、商店街にぎわい回復環境整備支援に伴う本町全体における照明の LED 化など、一体感がないことについて、意見があっております。以上本予算案1件については慎重に審査いたしました結果、賛成多数をもって原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第67号訴えの提起については慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第61号令和3年度八代市水道事業会計利益の処分及び決算の認定については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決及び認定してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第62号令和3年度八代市簡易水道事業会計決算の認定については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り認定してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。文教福祉委員会委員長中村和美君。
皆さんおはようございます。文教福祉委員会に付託されました予算案2件および事件1件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第64号、令和4年度八代市一般会計補正予算第5号関係分、議案第74号、令和4年度八代市一般会計補正予算第6号関係分、以上2件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第66号、訴訟上の和解については慎重に審査しました結果、全会一致で可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。建設環境委員会委員長上村哲三君。建設環境委員会委員長の報告を行います。建設環境委員会に付託されました予算案1件、条例案3件、および決算1件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については、執行部の説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については、委員会記録に譲ることといたします。まず議案第64号、令和4年度、八代市一般会計補正予算第5号関係分、議案第71号、八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について、議案第72号八代市建築基準条例の一部改正について、議案第73号八代市手数料条例の一部改正について、以上4件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第63号、令和3年度八代市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については慎重に審査しました結果、全会一致で原案の通り可決及び認定してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。総務委員会委員長、古島剛君。総務委員会に付託されました予算案2件、条例案4件および事件1件の審査が終了しましたので、その結果についてご報告を申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第64号、令和4年度八代市一般会計補正予算第5号関係分、議案第68号、八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第69号、八代市
職員退職手当支給条例の一部改正について、議案第70号職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第74号令和4年度八代市一般会計補正予算第6号関係分、議案第75号八代市手数料条例の一部改正について、以上6件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第65号八代市過疎地域持続的発展計画の変更については慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。山本貴明君。経済企業委員会の増田和樹委員長にご質問いたします。議案第64号令和4年度八代市一般会計補正予算第5号中関係分につきまして、全会一致ではなくて賛成多数でのとのことでありましたけれども、その理由またその反対理由等はありましたでしょうか。はい、山本貴明君。はい、増田和樹委員長にご質問いたします。令和4年度八代市一般会計補正予算第5号中関係分につきまして、全会一致ではなく賛成多数での採決ということでありましたけれども、その理由とそれに対して反対理由はありましたでしょうか。お伺いいたします。よろしいですか。あ、増田議員、挙手。増田和樹君。ちょっとですね、細かくこう内容がわからないもんだから、よく質問の趣旨がよくわかりませんでした。反対意見、どれ64号これない。確か賛成多数ということで、反対意見というのは何があったのかな。確か委員会記録によることとなってますので、もう それで結構じゃないんですかね。反対意見はなかったということでよろしいですか。はい、はい、反対意見はなかったということで。はい、山本貴明君。ですね、
と高木君に申し上げます。ただいまの発言は本来の質疑の目的を逸脱しておりますので、その点に留意され発言を行うよう八代市議会会議規則第55条の解釈及び運用にのっとり議長の議事整理権に基づき注意いたします。松田議員は答弁ありますか。よろしいですか。増田和樹君。はい、別に言うことはありません。はい、はい。他にございませんか。山本貴明君に申し上げます。ただいまの山本貴明君の発言中一部について五国会議録を調査の上措置いたします。他にございませんか。以上で質疑を終わり、これより討論を行います。討論ございませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第61号令和3年度八代市水道事業会計利益の処分及び決算の認定については委員長の報告通り、すなわち原案可決及び認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は原案可決及び認定することに決しました。議案第62号令和3年度八代市簡易水道事業会計決算の認定については委員長の報告通り、これを認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は認定することに決しました。議案第63号令和3年度八代市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については委員長の報告通り、すなわち原案可決及び認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は原案可決及び認定することに決しました。議案第64号令和4年度八代市一般会計補正予算第5号については電子評決システムにより採決いたします。本件は委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君は賛成のボタン、反対の諸君は反対のボタンにより表決願います。評決漏れはございませんか。評決漏れなしと認め確定いたします。評決総数26、賛成26、反対0であります。よって本件は原案の通り可決されました。議案第65号八代市過疎地域持続的発展計画の変更については委員長の報告通り、すなわちこれを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は可決されました。議案第66号訴訟上の和解については委員長の報告通り、すなわちこれを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は可決されました。議案第67号訴えの提起については委員長の報告通り、すなわちこれを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。
よって本件は可決されました。議案第68号から同第70号まで、すなわち八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、八代市職員退職手当支給条例の一部改正について、職員の定年引き上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上3件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本3件は原案の通り可決されました。議案第71号から同第73号まで、すなわち八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について、八代市建築基準条例の一部改正について、八代市手数料条例の一部改正について、以上3件については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本3件は原案の通り可決されました。議案第74号、令和4年度八代市一般会計補正予算第6号については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第75号、八代市手数料条例の一部改正については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は原案の通り可決されました。日程第16から同第25号まで、すなわち議案第76号から同第85号までの議案10件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博夫君。皆さんおはようございます。ただいま上程されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案第76号から第85号までは、令和3年度一般会計及び特別会計の決算議案10件であります。各会計について、決算事務が完了し、監査員の審査も終了しましたことから、認定をお願いするものでございます。概要につきましては、この後財務部長がご説明いたします。以上が提案理由の説明でございます。よろしくご審議の上、何卒ご賛同いただきますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。財務部長、野々口雅治君。皆様おはようございます。おはようございます。議案第76号から第85号までの令和3年度八代市一般会計および特別会計の決算議案につきまして、その概要を説明いたします。本来は一般会計、特別会計について、決算書に基づき説明すべきところでございますが、10件と多くにわたりますので、資料の令和3年度決算の概要により説明をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いをいたします。それでは資料の1ページをお願いいたします。議案第76号の令和3年度一般会計歳入歳出決算でございます。歳入総額は839億7712万8000円で、前年度に比べ 0.7%、5億8794万6000円の増加でございます。予算減額に対する収入率は 91.8% となっております。
歳出総額は822億9869万9000円で、前年度に比べ 0.6%、4億7857万9000円の増加でございます。予算減額に対する執行率は 90% となっております。前年度に比べ、歳入歳出ともにわずかに増加しており、決算規模は新市合併以来最大となっております。主な要因は、令和2年度に新型コロナウイルス感染症対策として実施しました、1人当たり10万円を給付する特別定額給付金給付事業が終了したことにより減少しましたものの、子育て世帯等への臨時特別給付金給付事業や、新庁舎建設事業の本体工事で増加したものでございます。歳入総額から歳出総額を差し引きました額は、16億7842万9000円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源の計、1億4945万6000円を差し引きました実質収支額は、15億2897万3000円の黒字でございます。次に、下の左の表でございます。令和3年度末の基金現在高を申し上げます。一般会計による基金の総額は110億2561万8000円でございます。その主なものとして、財政調整基金が34億5501万5000円で、前年度に比べ15億16万4000円増加しております。これは令和4年3月に土地開発基金を廃止したことにより、その基金残高の約15億円を財政調整基金に積み立てたことによるものでございます。また、減災基金が19億794万2000円で、前年度に比べ12億106万5000円増加しております。これは環境センター建設や新庁舎建設など、特別分の記載にかかる償還費の財政負担の平準化を図るために、新たに積み立てたことによるものでございます。これらに私有施設整備基金を合わせました財政調整機能を有する基金の残高は、65億3236万6000円となり、前年度に比べ26億9757万2000円の増加となっております。その他の主な基金につきましては、ふるさと八代元気づくり応援基金が前年度に比べ3億6391万1000円増加し、9億8733万2000円となったほか、まちづくり交流基金が2億8730万1000円、庁舎建設基金が11億3430万8000円、平成28年熊本地震復興基金が1億4573万8000円、新型コロナウイルス感染症対策基金が7億1963万3000円などとなっております。次に、右の表の令和3年度末における一般会計の私債残高を申し上げます。合計額は856億4764万6000円で、前年度に比べ102億4937万7000円の増加となっておりますが、その主な要因は、新庁舎建設事業や災害復旧事業などの借り入れによるもので、合併特例債で20億3395万7000円、災害復旧事業債で88億4008万5000円増加しております。また、令和3年度末の一般会計における債務負担行為額は162億5358万3000円で、前年度に比べ14億4227万4000円の減少となっております。次に2ページをお願いいたします。一般会計決算の歳入の状況でございます。まず左の表の間別の主なものを申し上げます。間一の市税の決算額は154億2509万6000円で、前年度に比べ 0.7% の増でございます。これは固定資産税で新型コロナウイルス感染症対策として実施した償却資産などの軽減措置により減少となった一方、企業収益が回復基調にあることから、法人市民税が増加したことが主な要因でございます。また、調停対比、つまり徴収率につきましても、前年度より 0.8 ポイント増の 96.1% と、わずかではございますが、上昇しております。歳入全体に占める構成比は、昨年と同じく 18.4% でございます。間7の地方消費税交付金の決算額は、29億6691万7000円で、前年度比 8.5% の増加となりました。これは国内消費が回復基調にあることなど、消費税額が増加したことによるものでございます。
間10の地方特例交付金の決算額は2億9074万4000円で、前年度に比べ 179.9% の増加でございます。これは先ほど申し上げました新型コロナウイルス感染症対策として実施した固定資産税の軽減措置に対する減収補填 特別交付金に伴うものでございます。間11の地方交付税の決算額は168億2453万9000円で、前年度に比べ 3.4% の増加でございます。これは特別の財政需要に対して交付される特別交付税が令和2年7月豪雨が発生した前年度に比べて減少しましたものの、普通交付税が国の補正予算による再算定でコロナ禍における臨時経済対策などが盛り込まれたことにより増加したことによるものでございます。なお構成費は 20% でございます。間15の国庫支出金の決算額は164億5898万6000円で、前年度に比べ 37.9% の減となっております。これは特別定額給付金、事業補助金の終了による減少が主な要因でございます。構成費は 19.6% でございます。間16の県支出金の決算額は65億7156万4000円で、前年度に比べ 3.8% の増加となりました。主な要因は農業関連の産地生産基盤パワーアップ事業補助金の増加などによるものでございます。間18の寄付金の決算額は18億3562万7000円で、前年度に比べ 34.1% の増加となりました。主な要因はふるさと元気づくり応援寄付金の増加によるものです。間19の繰入れ金の決算額は25億5020万9000円で、前年度に比べ 228% の大幅な増加となりました。主な要因は土地開発基金の廃止に伴い基金残額を取り崩したことによるものでございます。間20の繰越金の決算額は15億6906万2000円で、前年度に比べ 85.9% の増加となっております。実質収支である準繰越金が前年度より増加したことが主な要因でございます。間22の支債の決算額は163億1150万円で、前年度に比べ 60% の増加となり、構成費は 19.4% でございます。これは新庁舎建設事業にかかる災害復旧事業債及び合併特例債の借り入れなどによるものでございます。また翌年度への繰越事業に伴う未収入の特定財源は総額32億3694万7000円でございます。内容は継続費や繰越免許費及び自己繰越など52事業の国県支出金及び支債などでございます。次に右の表は歳入を自主財源、依存財源に区分したものでございます。自主財源は地方自治体が自主的に収入します財源であり、市税や使用料及び手数料、寄付金、繰入金、繰越金などでございます。自主財源の決算額は236億1631万6000円で、前年度に比べ 15.5% の増加となりました。これは土地開発基金の廃止に伴う繰入金や、ふるさと元気づくり応援基金からの繰入金の増加、前年度からの繰越金の増加によるものでございます。なお構成費は 28.3% でございます。一方、地方交付税、国県支出金、支債などの依存財源の決算額は603億6081万2000円で、前年度に比べ 4.1% の減少となっております。これは国の特別定額給付金、事業補助金などの減が主な要因でございます。なお構成費は 71.7% と、前年度に比べまして 3.7% の減少となっております。次に3ページをお願いいたします。一般会計の目的別の歳出決算でございます。間2の総務費の決算額は171億6250万4000円で、前年度に比べ 25% の減少となりました。特別定額給付金、給付事業の減などが主な要因でございます。なお総務費の構成費は 20.9% でございます。間3の民生費の決算額は275億6334万5000円で、
前年度に比べ 12% の増加となりました。主な要因は新型コロナウイルス感染症対策として行った子育て世帯への臨時特別給付金給付事業や住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業などによる増でございます。なお民生費の構成比は 33.5% でございます。間4の衛生費の決算額は64億8749万円で前年度に比べ 39.7% の増加となりました。主に7月豪雨災害からの復旧復興対応として行った災害廃棄物処理事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業によるものでございます。間8の消防費の決算額は27億1743万3000円で前年度に比べ 14.7% の減少となりました。主に令和元年度より着手した防災行政無線整備事業の完了に伴い減となったものでございます。間9の教育費の決算額45億5337万2000円は前年度に比べ 14.9% の減少となりました。学校のタブレット端末整備事業の減が主な要因でございます。間12の少支出金の決算額は35億4908万9000円で前年度に比べ 127.7% の増加でございます。これはふるさと元気づくり応援寄付金に加え減災基金の積み立てや土地開発基金の配置に伴い基金残高を財政調整基金へ積み立てたことによるものでございます。また次年度への繰り越し額の合計は33億8640万3000円で主な事業としましては7月豪雨の災害復旧事業などでございます。4ページからは令和3年度特別会計の決算でございます。主なものを申し上げます。まず議案第77号の国民健康保険特別会計歳入歳出の決算でございます。歳入総額170億3125万4000円に対しまして歳出総額は163億4091万2000円となり、歳入歳出差引額、実質収支額ともに6億9034万2000円の黒字でございます。なお、一般会計からの繰入金は14億7108万2000円でございます。次の議案第78号は、後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算でございます。歳入総額19億6295万6000円に対しまして、歳出総額は19億2481万1000円となり、歳入歳出差引額、実質収支額ともに3814万5000円の黒字でございます。一般会計からの繰入金は6億212万3000円となっております。次に議案第79号の介護保険特別会計歳入歳出の決算では、歳入総額158億8642万2000円に対しまして、歳出総額は146億7711万6000円となり、歳入歳出差引額、実質収支額ともに12億930万6000円の黒字となっております。なお、一般会計からの繰入金は23億7591万3000円でございます。次に5ページをお願いをいたします。左の表で令和3年度末の特別会計の基金現在高を申し上げます。合計残高は7億4784万4000円で前年度に比べ13万円の増加となっております。次に右の表でございますが令和3年度末の特別会計の私債残高でございます。合計残高は4億383万5000円で前年度に比べ5172万7000円の減少となっております。主な要因として定期償還等により農業集落排水処理施設事業で3448万5000円またケーブルテレビ事業において1154万2000円の減額となったものでございます。次に令和3年度末の特別会計の債務負担行為額を申し上げます。合計額は3億4051万2000円で前年度より1億1793万9000円の減少となっております。主なものは介護保険が2億9033万6000円となり前年度に比べ1億4229万円の減少となりました。
これは地域包括支援センター運営委託等の減によるものでございます。またケーブルテレビ事業が2,947万4,000円となり、前年度に比べ2,460万2,000円の増加となりました。これは有線テレビジョン放送施設管理運営委託の増によるものでございます。最後に6ページをお願いをいたします。自治体の財政状況を客観的に示す健全化判断比率などについて申し上げます。これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、財政の健全度を測る指標が悪化すると、黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されますが、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務付けられております。まず令和3年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。実質赤字比率および連結実質赤字比率につきましては黒字決算であるため該当はございません。次に実質公債費比率は、一般財源の規模に対する公債費の割合を示すもので、一般会計の公債費に加え、公営企業に対する公債費の繰出金、一部事務組合に対する負担金のうち、公債費に対するものも含めた指標で、令和3年度は前年度に比べ 0.2 ポイント減の 9.2% となっております。なお、早期健全化の指標を受ける基準は、この比率が 25% 以上でございます。次に、将来負担比率でございます。これは、一般会計、特別会計、公営企業会計、地方公社及び第三セクター等について、一般会計が将来負担する可能性のある負債の総額、いわゆる将来負担額の一般財源の規模に対する割合を示すものでございます。将来負担額には、一般会計の地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、特別会計、公営企業会計や、一部事務組合の公債費に充てるために、一般会計から繰り出す見込み額、退職手当支給予定額のうち、一般会計の負担見込み額などが含まれます。令和3年度の将来負担比率は、前年度に比べ 4.4 ポイント減の90.3% となっております。なお、早期健全化の指定を受ける基準は、この比率が 350% 以上でございます。次に資金不足比率でございます。これは公営企業における資金不足を事業規模である料金収入と比較して割合を示すものでございますが、農業集落排水処理施設事業及び公共浄化槽等整備推進事業の2つの特別会計におきましては、どちらも資金不足がないことから該当はございません。次に、その他の財政指標について申し上げます。まず、標準財政規模でございます。これは、地方自治体における地方税、普通交付税、地方剰余税など、標準的な一般財源の規模を示すもので、その額は343億1,280万5,000円で、前年度に比べ10億5,321万円の増額となっております。次に財政力指数でございます。これは地方自治体の財政基盤の強さを示す指標で、標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどれだけ自力で調達できるかを表すものでございます。指標が1に近いほど財政力が強いとされ、1を超える団体には普通交付税が交付されません。なお、令和3年度の指標は前年度に比べ 0.01 ポイント減の 0.5 となっております。最後に経常収支比率でございます。これは地方自治体の財政構造の弾力性、健全性を示す比率で、この比率が低いほど新たな行政需要に弾力的に対応でき、市では 80% を超える場合には財政構造の弾力性が失われつつあると言われております。令和3年度の比率は 88.8% で、前年度に比べ 6.2 ポイント減少しております。以上、概要について申し上げましたが、今後の財政運営につきましては、一般財源の大幅な増加が見込まれない中で、老朽化した公共施設の更新費用や公債費の増加が見込まれるところでございます。さらには、新型コロナ禍や昨今のエネルギー価格、物価の高騰が、今後の財政運営に影響を与えることも懸念され、
厳しい財政状況が続くことが想定されます。しかしながら令和2年7月豪雨からの創造的復興やウィズコロナ、アフターコロナを見据えた新型コロナウイルス感染症対策、また第2次八千代市総合計画第2期基本計画に掲げております重点戦略の速やかな実現は最優先に取り組むべき喫緊の課題でありますことから、これまで以上に持続可能な財政運営を目指してまいります。以上で令和3年度の八千代市一般会計及び特別会計決算の概要説明を終わらせていただきます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。議案第76号から同第85号までの議案10件については、ただいまお手元に配布いたしております付託表のとおり、その審査を所管の特別委員会および常任委員会に付託いたします。委員会開催のためしばらく休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第26、すなわち議案第86号の議案1件を議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博夫君。皆さんこんにちは。ただいま上程されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案第86号は一般会計の補正予算であり、歳入歳出にそれぞれ1億5550万円を追加し、補正後の額を664億7000万円といたしております。その内容は先月17日から19日にかけての台風14号により被災した道路などの災害復旧経費や避難所開設にかかる経費を計上するものであります。以上が提案理由の説明でございます。よろしくご審議の上、何卒ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案1件については、委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第86号令和4年度八代市一般会計補正予算第7号については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。日程第27、すなわち議案第87号の議案1件を議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博君。ただいま上程されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案第87号は本年9月30日をもって1名の教育委員会委員が任期満了となりましたことから、新たに沢村信弘氏を委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。沢村氏は平成30年3月まで教職に就かれており、八代市立の鏡細部小学校をはじめ、八千代小、八竜賞、大田五賞、金剛賞の各校で教頭を務められた方でございます。教育委員会委員の職にふさわしい人格、
執権を有する方であり適任であると考え提案いたします。よろしくご審議の上何卒ご賛同いただきますようお願い申し上げます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案1件については委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第87号、沢村信弘君を教育委員会委員に任命するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は同意することに決しました。日程第28、議案第88号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。除籍により谷川昇君の退席をお願いします。これより提出者の説明を求めます。市長中村博君。ただいま上呈されました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案第88号の監査委員の選任につき同意を求めることについては、市議会議員のうちから選任する監査委員に谷川昇氏を選任することについて、地方自治法の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。よろしくご審議の上何卒ご賛同いただきますようお願い申し上げます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案1件については委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第88号、谷川昇君を監査委員に選任するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は同意することに決しました。谷川昇君の除籍を解きます。日程第29、八代生活環境事務組合議会議員の選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦により行いたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。お諮りします。議長において指名することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。
よって議長において指名することに決しました。八代生活環境事務組合議会議員に北園武弘君、木村博之君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました両名を八代生活環境事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました両名が八代生活環境事務組合議会議員に当選されました。ただいま当選されました両名が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。以上で八代生活環境事務組合議会議員の選挙を終わります。日程第30発議案第9号八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案を議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。松田和樹君。ただいま上程されました発議案第9号八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案について、発議者一同を代表して趣旨弁明申し上げます。議員閣議におかれましては、言わずもがな八代市民から選挙で選ばれた議員により構成される八代市議会と八代市長は共に市民の信託を受け、八代市の代表機関を構成するものであり、この2つの代表機関は、議会は多人数による合議制の機関として、また市長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性を生かし、市民の意思を市政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、八代市としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられていることはご承知のとおりであります。また、近年の市議会が市民の代表機関として、市民福祉の向上のために果たすべき役割は増しており、将来にかけ、ますます大きくなると考えられます。特に地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会はその持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行などにおける論点、争点を明らかにする責務を有しております。自由闊達な討議を通して、これら論点、争点を発見し、公開することは、討論の場である議会の第一の使命であります。しかしながら、昨今、市議会内においては、共通認識不足等による組織力の低下、さらには円滑な議会運営の停滞など、議会全体の質の低下が見受けられ、その結果、市民に対する信用失墜を招きかねないと危惧をしているところであります。そこで八代市議会全体で議会の責務について再度原点に立ち返り、議員が責任を持った言動を行うようここに決意するものであります。具体的な決議内容としましては、まず一つ、市議会本来の目的達成のため、日本国憲法、地方自治法、八代市議会会議規則等の各法令等を遵守する。これは言論の府である。議会内での発言の自由は保障されるものの、国会議員と地方議員との違い、さらには議会運営に
における各決まりごとを我々議員は遵守すべきことを謳っております。次に2つ目、市議会議員としての本来の目的達成のため、市議会内外において品位を欠く言動は行わない。これは先ほど議員に課せられた使命について述べさせていただきましたが、我々議員は八代市民から選挙で選ばれた議員でありますので、市民から負託を受けた以上は、公私ともに市民の信頼を損なうような言動は行わないことを謳っております。最後に3つ目、各議員それぞれ考えはあるものの、議会内における政策論争を通じて、市民の福祉の向上を第一に考えるものとし、職員間において、失礼しました、議員間において、市民に不安を与えるような紛争は厳に慎む、これは市民の方からもご意見をいただいておりますが、市民の生命、財産を守るため、議会内において政策論争について、議員間で議論することは当然のことでありますが、近年、議員間において、互いの誹謗中傷とも取れるような発言により、議会運営に支障を及ぼしている場面が多々見受けられます。そこで、このような行為は、厳に慎むということを謳っております。以上3点が決議の具体的事項であります。本決議案提出に対し、当たり前の内容を提出すべきではない、今のタイミングで提出すべきではない、などのご意見等もあるかと思いますが、発議者一同としては、市民の方からのご意見も踏まえ、今こそ本決議案を提出し、議会として可決することで、議員の責務について全議員で再度認識するとともに、今一度、八代市議会が一つにまとまるためにも、原点に立ち返ることが必要であると考え、提出したものであります。どうかこの趣旨にご理解いただき、満場一致、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、趣旨弁明といたします。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、谷口徹君。はい、ただいま決議案を述べていただきましたけれども、2箇所ですね、ちょっとわからない文言があります。まあ、何度も読み直したんですけれども、ちょっと理解できない部分がありましたので、そこを質問させていただきます。一つは、文書の中ほどに、共通認識不足等による組織力の低下とあります。共通認識とは何なのか、組織力の低下というのは何なのか、これが両方とも分かりません。それともう一つ、議員間において市民に不安を与えるような紛争、これは具体的に何か事例があったのかどうか、それをもとにして、決議案を作られたのか、この2点をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。増田和樹君。はい。よく質問していただきました。感謝申し上げます。例えば、議会内には各派代表者会をはじめ、さまざまな、会議体がありますが、各会議で決定されたことに対しての情報共有不足や、一つの課題に対して、八代市議会は会派制を取っていますので、会派間における協議結果、会派内での情報共有不足など、言いたくはありませんが、市議会、
が有している本来の目的に反するような事例があり、中には各法令等や取り決めを無視するかのようなものがあるような感じを受けますので、そのように表現をさせていただきました。もう一つ何だっけ、もう一つ何だっけ。谷口徹君。はい、もう一つの質問は、議員館において市民に不安を与える紛争、これの具体的な例があったのかどうか、あった場合はどのようなものだったかをお聞きしたいと思います。何か具体的なものはあるかないかというようなご質問だと思いますが、松田和樹君。これはですね、まあ、委員会とか、本議会の中で、大体一般質問なんかでもありますけれども、この議場で質問を許されていない、質問をしたりとか、まあ、議員会でもそういうことは、見受けられます。市民の方々はそれを YouTube なんかで見たりしておられます。で、聞くんですけれども、議員は政策のことについて議論するべきであって、個人間のそういうことに労力を使うとは、ちょっと考えられないということでありまして、やはり議員として信託を受けた以上は、市民のために、政策論争をすることが重要であると、思われますので、そういう表現になっております。以上です。はい、他に、ございませんか。なければ以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案一件については、委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。大倉雄一君。18番大倉です。発議案第9号、八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案について、不必要との立場から意見を申し上げます。この決議をすることで、八代市議会が変わるんでしょうか。もっと変わらなければいけない、変えなければいけないものがあるんじゃないんでしょうか。本議員にはこの決議をしたところで、八代市議会が変わる処方箋になるとは思えません。むしろこの決議を引き合いに、自由闊達な意見が、発言が抑制されようとしている姿しか見えてきません。重ねて本決議文は議会運営についてであり、しており、我々は十分な認識を持っているところです。改めてこのような決議文は出す必要はないと強く申し上げ、討論といたします。大倉雄一君に申し上げます。
ただいまの大倉雄一君の発言中、一部について5国会議録を調査の上、措置いたします。他にございませんか。以上で討論終わり、これより採決を行います。発議案第9号、八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案については、原案の通り決するに賛成の諸君のもとい、もとい、発議案第9号、八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案については、電子評決システムにより採決いたします。本件について、原案のとおり、決するに賛成の諸君は賛成のボタン、反対の諸君は反対のボタンにより評決願います。評決漏れはございませんか。評決漏れは、ありませんね。評決漏れなしと認め、確定いたします。評決総数26、賛成17、反対を、評決総数26、賛成17、賛成多数であります。評決をしなかったものと残りの10名、意思を示さなかったものとみなします。よって本件は原案のとおり可決されました。次に閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。別紙、閉会中の継続審査、調査、申し出のあった案件のとおり、令和2年7月豪雨に関する特別委員会委員長から、議案第76号関係文、及び令和2年7月豪雨に関する諸問題の調査1件、経済企業委員会委員長から、議案第76号関係文、同第84号、同第85号、および所管事務調査2件、文教福祉委員会委員長から、議案第76号関係文、同第77号から、同第79号、同第83号、および所管事務調査2件、建設環境委員会委員長から、議案第76号関係文、同第80号、同第81号、および所管事務調査2件、総務委員会委員長から、議案第76号関係文、同第82号、および所管事務調査2件、
議会運営委員会委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項、以上22件についてそれぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。本申し出のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第31、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、会議録署名議員に上村哲三君、堀口明君を指名いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。閉会にあたり市長から発言の申し出がありますので、これを許します。市長中村博君。閉会にあたりまして、一言お礼を兼ねまして、ご挨拶申し上げます。先月12日から始まりました市議会9月定例会におきましては、提案いたして、いたしましたすべての議案につきまして、原案通りご賛同いただき誠にありがとうございました。議員閣議から賜りました貴重なご意見ご要望につきましては、今後の市政運営を進める上で十分に尊重させていただきます。ここで最近の市政の動向についてご報告いたします。まずは八代天草シーライン構想推進大会についてであります。今月2日に開催しました本推進大会は、蒲島知事をトップとする八代天草シーライン建設促進協議会の発足後2回目、そして本市では初めての開催となりました。当日は議員閣議をはじめ多数の皆様にご来場いただくとともに、大会の様子をオンラインでも配信いたしました。また熊本県立大学井田教授の講演や八代商工会議所会頭の竹永会頭などからの意見発表もございました。最後に亀山草市の織江市長により大会決議案が読み上げられ、満場一致で賛同されるなど、正解のうちに終了したところでございます。本日といたしましても、県南天草地域の発展はもとより、地域の安全安心な確保安心を確保するためにも、八代天草シーライン構想は何としても実現しなければならないと考えております。引き続き建設促進協議会の皆様はなろうと連携しながら全力で取り組んでまいります。次に八代市デジタルプレミアム商品券の申し込み開始についてであります。本定例会の一般質問でも取り上げていただき、デジタルプレミアム商品券につきましては、おととい3日から購入申し込みの受付を開始したところでございます。今回プレミアム率 40% の商品券をアプリ版とカード版の2種類で発行いたします。今月14日までの申し込み期間となっておりますので、市民の皆様におかれましてはぜひお申し込みいただき、地域経済の活性化にご協力くださいますようお願いいたします。最後に各種イベントの開催についてであります。今月は3年ぶりの開催となります15日の八代全国花火競技大会を皮切りに、翌16日には船長いぐさの里祭り、翌週23日には港八代フェスティバルと東洋生姜祭りを開催いたします。未だ新型コロナウイルス感染症が収束しない中ではございますが、それぞれのイベントの規模に応じて万全の感染防止対策を講じてまいります。ぜひ会場まで足をお運びいただきますようお願い申し上げます。以上報告とさせていただきます。10月に入り、朝夕は随分と涼しくなってまいりました。議員閣議におかれましては、体調には十分ご留意され、ますますご活躍いただきますよう心から祈念申し上げまして、閉会にあたっての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
これをもちまして令和4年9月定例会を閉会いたします。